カラフルで面白いお菓子が並ぶ店、本日は表参道にあるパパブブレ青山店にやってまいりました。そう、本日の動画珍しくコラボ動画となっております。お菓子がつないだ SNS のはついにこういった形で皆様にお披露目できることになりました。めっちゃミラクル起こってます。見てください、どうぞ。こんにちは、ゆうべよです。見てください、制服お借りしております。なんとですね、すごいことが決まりまして、パパブブレさんとコラボでグミを作らせていただくことになりました。今回インフルエンサーの大丸松坂屋の野崎さんのご紹介でパパブブレさんとのコラボが決定しました。なので今日撮影ご一緒にさせていただきます。野崎さんです。大丸松坂屋の野崎です。よろしくお願いします。野崎さん YouTube のチャンネルもやってて、今 SNS をすごい活動されている。お菓子が大好きだ。お菓子をたくさん食べていらっしゃいます。お菓子への愛が誰にも負けません。初めてお会いした時にお菓子が生きてるっていうのを言っててすごい方だと思って、いや愛が強いなと思っておりました。今日ご一緒させていただきます。よろしくお願いします。この後今見えてる厨房の方でグミを作っていきます。もう固まる元になるペクチンを混ぜたので、これがベースのお砂糖で、お水と混ぜ合わせて一回沸騰させていきます。お雑煮を入れていきます。あ、硬いんですね。はい、硬いので一応お湯につけて柔らかくして。あ、なるほど。で、このまま放置してしまうと焦げついちゃうので、水飴がきちんと溶けるまで生地になじませていきます。水ですか？これが酸味の魔法の液。これは、これも秘密のパウダーです。秘密のパウダー、はい、これは温度計です。炊き上がりのタイミングを間違えちゃうと硬くなっちゃったりとか。あ、なるほど、そうなんですね。そうなんです。ちょっと火をつけてみて。すごい、ピンクなんですね。そう、ピンクにしました。でもピンクで違和感ない味と思います。あ、そうなんですね。想像できそうな。で、味を入れます。ついに。これで匂いがしてくるはず。あ、めっちゃします匂い。待って。ここ入れかなと思ったんで。入れちゃうと固まっちゃうんで。先に見本を見せますね。まあ、ちょうどすり切りぐらい。これぐらいで。あ、なるほど。若干行き過ぎぐらい。若干行き過ぎ。難しい。超えちゃった。ここも若干行き過ぎですか？いや、行ってます。丸です。こんな均一にならない。OK です。あ、完璧。おー、なんかうまくなってる。うまくなってる。一番好きで。あ、そうなんですね。ですよ。で、迷って結局ライチで本物みたいな感じがする、いや、美味しい。あったかくて、粉なし、最高に美味しい。美味しい。あ、この厨房でこっそり食べてる。シュールすぎて買いに行きます。聞いておりますので、絶対買いに行きます。一番乗りで。一番乗りで、ね。ありがとうございます。本当にこのお話いただいてなかったら、なんかできなかった経験だなと思って、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。野崎さんも、TikTok、YouTube、あと、さまざま SNS、やっていらっしゃって、本当にお菓子に特化した、
ってかなり近いジャンルだなといつも思ってるんですけど、ぜひとも登録などよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあはい、終わります。ありがとうございました。